君王随より、小人、和漢三歳杖へより小人、鶴が一緒に描かれている。小人は中国に伝わる、伝説上の人種である。安人丹人鶴国とも称され、東方の海にある島に住んでいるとされる。古代中国の地理書、三海行の対抗統計によると、小人国は、東の海の果てにあり、安人とも呼ばれるとある。類書である、大きい三サイでは、 小人たちは海にある島に住んでいるとされる。この地域には鶴のような鳥がおり、小人たちは単独で行動をしていたりするとそれに飲み込まれて捕食されてしまうという。そのため、常に群れて行動しているとされる。日本の和漢三サ,サイズ絵や奈良絵本、異国物語などでもその故障と解説とが使われている。また、小人が絵画に描かれる場合、 この鳥に食べられてしまうという伝説から、鶴などの鳥類が同じ画面内に描かれることが多い。新異業には鶴国という呼び方が見られ、彼らも気をつけていないと海鳥に食べられてしまうが、寿命は300年ほどあるとされ、鳥の体内でも生きて入ると記されている。小人たちは手先が器用であるとも言われており、畜所記念という書物には古代中国の帝、 行に対して小人たちがボズハネという矢をいくつか作り、献上したことがあったとされる。日本でも蒸気のような中国の書物で伝えられていた小人国の存在が知識として直接もたらされている。一般的には小人という故障が用いられており、海を隔てた小人島に住んでいるとされている。当初造法群毛水体制でも小人国という表示に対して、 小人、島という日本語を併記している。三海寮の太閤南寮には、金人という小人たちが住んでいると記されている。三海寮の太閤南寮には、小元無、元無、海外南寮には、修行と呼ばれる小人たちが住んでいると記されている。小元無、修行は共に、主事という言葉が変化したものであり、小人ということを示す。 同一の呼び名であると考えられている。このことから小元無人と修行人は同一のものであると見られる。外国図には小元無人たちは強い風に吹かれると飛ばされてしまうことがあったと描写されており、強風が吹くと体をしっかり伏せてこれを免れているという。周域には広延という国に小人たちが住んでいると記されている。幹部古児には 巨礼という身の丈七寸の小人が東から使わされてきたという記事がある。ありがとうございます。